皆さんこんにちは、こんばんは、やすさんでございます。今回ですね、今画面上に現れておりますクラスターというアプリを使ってですね、ただいまバーチャル空間内でイベントを開催しておりまして、そちらのご案内のために今回こちらの動画をね撮影させていただきました。三菱地所様が2021年2月にオープンした VR 空間バーチャル丸の内といいましてですね、まあ、今回は4月の19日からゴールデンウィーク週を除いた5月21日までの週ですね、毎週水木金土日でそれぞれのテーマに沿って YouTuber と VTuber がねトークを展開していくというイベントを開催しております。私やすさんはですね、毎週土曜日テーマはアウトドアと旅行ということでですね、トークを行わせていただいております。今ですね、画面上を見ていただきましたら分かりますように、このような空間でステージに立ってですね、画像を投影しながらトークをね展開していくという形になっております。今回ですね、私の共演者といたしまして VTuber の方が2人おられます。この方たちになります。はい、今回はね、これ今動画で見ていただいたら分かると思うんですけども、今ね私一人しか映ってませんが、ここに登壇者が、まあ、私含めまして、あと2人のね VTuber の方がこうステージに立ちまして、であのお客様の方もね、このステージの外から、まあ、私と同じようなロボットアイコン、このロボットのね姿をした方々がですね参加して、こうトークをね観覧していただくということになっております。これね、見ていただいたら分かると思うんですけどね、こういう街中のね VR 空間になってまして、ね、すごいねこう面白いねこうイベントになっております。まあ、こうやってですね、自由に自分のね分身ロボットを動かすことができまして、こうやってね展示場から降りることができます。でまたですね、こう街中をねこうぐるぐるとね走り回ることもできるようになっております。なかなかねこういう機会はないんでね、今回楽しんでね配信させていただいております。もうすでにですね2週間経過しておりまして、もう2回ねトークをさせていただいたんですが、まあ、持ち時間は30分ということなんですが、まあ、お話がねこう弾みましてね、もう30分では時間が足りないということで1時間ほぼねみっちりとね喋り尽くしました。次回はですね5月の13日また5月のね20日あと2回ねイベントを開催しておりますので、まあ、ぜひですね一度ね見に来ていただけたらなと思いまして、今回ねご案内させていただきました。テーマは、まあ、アウトドア旅行となっておりますが、まあ、ほぼほぼね、まあ、旅行のお話でねトークをね進めさせていただいております。ぜひぜひね一度ね、なかなかこういった機会もねないと思いますので、また遊びに来ていただけることをお待ちしております。